ディスカバリージャパン。まだ見ぬ新しい世界へようこそ。かつて栄えた村があった。村から人々は去り、学校も消え、子供たちもいなくなった。一人また一人と姿を消し、家だけがポツンと残された。やがて朽ちていく運命か。誰か住んでいるのか。音のない世界が広がる。廃村と限界村。本堂川、廃村か限界集落かを突き止めるのではなく、かつて人の営みのあった古民家を多く残す集落の今をお伝えします。岡山県特集、その1、真庭市の各集落を巡ります。ここは長迫集落といいます。無住となった廃屋が連なる寂しい光景です。今地方の村に行っても不気味に静まり返り、何の音もしない。行政の統計では人が住んでいるはずなのだが、誰にも会うことはない。正直言って住んでいるのかどうかわからない。屋内に洗濯物を干している家も空き巣防止かもしれない。日本中どこに行っても似たり寄ったりの光景が広がっている。これからもっともっと加速していくことだろう。ここは八代集落です。
ここは黒喰集落と言います。集落は今から260年前、江戸時代に津山藩の圧政に耐えかねた。農民が蜂起し、年貢の減免を求め大干渉を襲う山中一揆が勃発した。この百姓一揆では、実に51名の首謀者が捕らえられ犠牲になった。悲しい歴史を秘めている。そもそも百姓一揆が起きる原因は飢餓にあり、年貢の減免を求めるものだ。この一揆は、全国的に見ても規模、処刑者数ともに、極めて大きかったという。江戸時代の250年間は、世界で最も平和な時代だったと言われるが、それは人民から自由を奪い、日常の行為、生活の向上さえも阻止して保持されたものであった。秋になると、五耕五民と言われるように、収穫の5割が直ちに年貢米として徴収された。しかもところによっては、6割の税率もあり、ひどいところは8割を超えるところさえあった。したがって農民は、資金の蓄積はおろか、糧末にも不足をきたすありさまであった。これは、労働に対する正当な納税ではなく、搾取である。徴収した年貢は、藩主自身の諸経費と藩士の手当てにのみ使用された。すべてが人件費と事務費で、事業費がない。これは、農民が耕作すると土地及び山林は、藩主のものであったからである。領民の幸福を図らないで、藩主及び士族の幸福を確立するのが当時の政治目的であった。百姓は生かさず殺さずとか、百姓とごまの油は絞れば絞るほど出ると言われた時代である。江戸時代の農家の暮らしについてネットでは意外と豊かであったと述べていますが、それは時として、地域としても、千差万別であったと認識しています。税率、つまり年貢は、今と違い、国つまり藩によって、バラバラでした。七公三民、つまり税率七割のとこもあれば、六公市民、五公五民のとこもありました。ひどいところは八公二民さえあったようです。比較的、天領地は緩やかであったと思われます。外様の大名は、参勤交代など負担が大きく、財政が苦しいため、年貢は高かった。仮に七公三民だとすると、収穫高の7割を武士に取られ、手元に残るのは3割です。
しかもその3割の中から来年の植え付けにかかる諸費用を買い求めなければならない。では農民は一体どうやって生計を立てていたのでしょう。それは私にもわからないが、水の未百姓という言葉があるように極貧の状態があったのでしょう。意外なのは、御三家の一つ水戸藩の年貢は厳しかったといいます。八公二民とか。なお文献資料は白戸三平氏の家務遺伝を参考としています。徳川の封建社会は百姓から年貢を絞り取るだけ絞ることによって成り立っていた。したがって少数の武士が多数の百姓を支配していくためには、人々を分裂させて互いにいがみ合いをさせておかねばならなかった。百姓が苦しみから抜け出すために団結することを恐れ、全く同じ人間同士を士農工商、非人という身分制度で差別したのである。当時非人は最も身分が低いものとされ、士牛馬の後始末、比較、竹細工、染め物を職業とする者が多かった。また死刑の執行を引き受けたり、目付の手先などにされて村の監視役を引き受けたりした。否認は百姓町人との婚姻が許されず、タバコの火といえど与えてはいけないとされていた。雨でも笠桁の使用を許されず、一見して区別できるように髪型、服装に至るまで制限されていた。熊本藩で出した法令の中に、百姓は大小にかかわらず牛馬を持たなければならぬ。田畑の耕作、肥料を取るためにも年貢の輸送にも必要な牛馬を持たざる者は、祭祀を七方向に出しても牛馬を持つこととある。七方向とは言うまでもなく身売りのことである。つまり領主は百姓を働かせてできる限りの年貢を取るために、それに必要な牛馬に変えて、最愛の肉親までも売ることを強要したのである。なお文と画像は関係ありません。
このお宅、地元で聞いた話、かつての庄屋さんだという。しかしこの規模を見る限り、各村の庄屋を束ねた大庄屋の貫禄がある。ここで大庄屋とは、代官や軍奉行と村ごとの庄屋との間にあり、複数の村庄屋を支配した在地役人のことです。地方によっては、大肝入り、総庄屋、大総代、剣団とも呼ばれた。大庄屋は、法規の伝達や年貢、部役の割り付けなどのほか、村々の訴訟の調停にも当たった。不作の年には、庄屋からの陳情にも対応をした。しかしそれはあくまでも表向きで、ここに大庄屋が介在した理由がある。そもそも領主にしてみれば、百姓から年貢をたくさん取りたいわけだから。大庄屋のような中間マージンを取るような存在は、不要なはずである。各村の庄屋が年貢をビシビシ取り立ててくれれば、大庄屋はいらない。しかし各村の庄屋は、村にいて四十村人と触れ合っている。そうなると年貢の開催を徹底しようとしても、どうしても情が出る。まして天候不順などで、不作となれば、農民からも陳情が来るので、年貢の取り立てが徹底できなくなる。ここに大庄屋が、つけ込む余地があるのである。大庄屋は、村人とは接しない。陳情に訪れるのは、各村の庄屋だけである。この先は、猛威はなくてもわかるであろう。すべての大庄屋がそうだったとは言い切れないだろう。
その日も普段通り、まだ薄暗い、6時前に起きました。あの日のことは、今でもはっきりと覚えています。朝ごはんをいただきながら、この地域で唯一受信可能な NHK の明るい農村を見て家を出ました。畑の雪は消えたが、遠くの山はまだ真っ白だった。峠を下った集落の入り口で、先輩3人と待ち合わせて、学校に通いました。先輩の茂さんが、今日が最後だねと、言ったのが印象的でした。茂さんたち3人の先輩は、今日が卒業式で、明日からは私一人きりになるのです。私は昭和32年某集落で生まれ育った分校最後の1年生です。低学年の4年生までは分校に、高学年の5年生と6年生は4キロ離れた本校まで徒歩で通いました。すべてが懐かしい思い出です。今振り返ると、あの頃が一番生き生きとしていたようにも感じます。この村に残る廃墟群を見ると、かつて栄えていた歴史が垣間見えます。今後もかつてシリーズを続けていきます。最後までご覧いただき、ありがとうございます。